これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー 2-1 広島相手陣41ヤードからファーストダウン10。左オープンへのランプレー、キャリア27番、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー 2-2、広島相手陣39ヤードからセカンドダウン8。中央へのランプレー、キャリア4番、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー 2-3、広島相手陣36ヤードからサードダウン5。ランニバック27番、ハンドオフから右オフタックルを突こうとしましたが、これはカバーされノーゲイン、フォースダウンとなります。プレーナンバー 2-4、広島フォースダウン6、ボールオン相手陣37ヤードパントフォーメーションを選択します。パンター7番、このパントはエンドゾーンに飛び込みタッチバック。タッチバックとなったパントは相手チームの自陣20ヤードからの攻撃と変わります。プレーナンバー 2-5、アイランズ自陣20ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、ゲインは約1ヤード。キャリア23番。ここでホイッスル。プレーナンバー 2-6、アイランズ自陣22ヤードからセカンドダウン8。
ランニー枠23番ハンドオフから左オフタックルを走り約5ヤードのゲイン。プレーナンバー2の7アイランズ自陣27ヤードからサードダウン3パス不成功。クォーターバック10番ドローフェイクからのプレーアクションパス、ターゲット1番、しかしこのパスはコントロールミス、フォースダウンと変わります。プレーナンバー2の8アイランズフォースダウン3パントフォーメーションを選択。パンター10番広島リターンし広島陣45ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー2の9ホークス自陣44ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア23番、しかしこれはカバーされており約4ヤードのロス。プレーナンバー2の10広島自陣40ヤードからセカンドダウン14。ランニー枠27番オプションピッチによりランを試みましたが、これをアイランズ22番がチャージし、むしろロス。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー2の11広島自陣36ヤードからサードダウン18。
パス不成功。クォーターバック3番プレーアクションからのパスターゲット2番、しかしコントロールミス、フォースダウンとなります。プレーナンバー2の12、広島自陣36ヤードからフォースダウン18、パントフォーメーションを選択。パンター7番、このパントはアイランズ陣25ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー2の13、アイランズ自陣25ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー。しかしこれは広島アジャストしており、ほとんどゲインなし。プレーナンバー2の14、アイランズ自陣25ヤードからセカンドダウン10。ランニングバック26番、オプションプレーのピッチを受け、左オープン展開、約7ヤードゲイン。プレーナンバー2の15、アイランズ自陣31ヤードからサードダウン4。QB10 番ダイブフェイクオプションのキープ、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の16、アイランズ自陣36ヤードからファーストダウン10。広島ナイスディフェンス。ランニングバック23番ハンドオフから中央トップ図りましたが、これは広島チャージしノーゲイン。プレーナンバー2の17、アイランズ自陣36ヤードからセカンドダウン10。前半残り2分を切ります。ここでボールをファンブル。幸いアイランズ自ら抑えておりますが、約2ヤードのロスをしております。プレーナンバー2の18、アイランズ自陣34ヤードからサードダウン12。
何枠23番ドロープレーによりオープンランを狙いましたが、これは広島がアジャスト、約2ヤードのロス、フォースダウンとなります。プレーナンバー2-19、ハイランズフォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。パンター10番。ここでホイッスル。ハイランズ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。ハイランズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-19、ハイランズ自陣32ヤードからフォースダウン14、前半残り時間は22秒。このパントはシャンク、自陣を脱することできず攻守交代となります。プレーナンバー2-20、広島相手陣37ヤードからファーストダウン10、前半残り時間12秒。クォーターバック3番、パスを投じようとプレーアクションしましたが、ターゲット見つからず外へ流れ出ました。前半残り時間2秒で時計は止まっております。プレーナンバー2-21、広島相手陣42ヤードからセカンドダウン15、試合時間残り2秒、失礼、前半残り時間2秒です。ここでホイッスル。広島前半1回目のタイムアウトを取りました。広島前半1回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間2秒、プレーナンバー2-21、広島相手陣42ヤードからセカンドダウン15、
QB スタック、クォーターバック3番パスを投じようとしましたが、これはアイランズ99番が QB スタック。ここで前半の時間がなくなりました。前半終わりまして広島ホークス0点、クラブアイランズ0点、両者無得点で後半戦に移ります。